まあでも言うてる間にも45分ぐらい経ってる。じゃあちょっとそろそろ本格的に追っかけますか。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。今日はですね、鬼ごっこします。大阪的には東京ドーム45分です。相当的な、はい、制限して3時間ですけど、3時間逃げ切れば俺とか。声でもらっていいですか。すみません。ありがとうございます。今配信してるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。コキアの丘の方に行きたいんですよ。じゃあこっちだ。大草原プレジャーガーデン、こっち中央ゲート900m。 山へ行こうかな。捕まえに行っちゃおうかな。あーめっちゃ気持ちいい、ここ超気持ちいい。やばいね、めっちゃ森林浴。このアスレチック的な場所に到着しました。ちょっと親子連れの方とかちらほらといますね。これって何して遊ぶやつ。またがるんかな。またがっとく。またぐな、またぐなよ。あ、ここいいな、なんかここここいいね。さっきのとこは林間アスレチック広場。なるほど。でも大草原に出たよ。広いね。今ね、なんもないとこ、なんもないとこ。食べ物スポット出てきた。沖縄琉球焼きそば。すいません、ノンアルビールを一つ。はい。どうも。すいません。ケバブ一つ。はい。ありがとうございます。さあ、ありがとうございました。ノンアルビールで、沖縄のオリオンビールの、ノンアル。乾杯。いただきます。あ、めっちゃうまい。
俺が今ケバブ食ってるっていうのはちょっと知ってんのかな。クリちゃんノンアルビールとケバブ買ってます。飛んでるやん。観覧車乗っちゃおう上から。まあでもやっぱ捕まえるのはちょっと近くに行って俺が画角に収めないといけないから。これは最高だな。あ、すごい、こんなん見たことない。観覧車行こうと思います。いや俺もジェットコースター乗りたいんだけどね、高所恐怖症だから、高いとこよりはスピード感の方がいいな。乗れって言われれば乗るけど、すっげーうんこ臭いんだけど、なんだろう、うんこなんです。うわあ、すっごい広い。やっぱエスポットがめっちゃあるね、確かに。よっしゃ。のんびりケバブ食ってんやったら、あ、いけるな。ちょっと上から見つけたろ。あ、すげえ、シースルーゴンドラやって、シースルーゴンドラに乗りたい。観覧車に乗りたいんですけど、一人で、はい、600円です。あーちゃんありがとう。チョモさん乗り物券ゲット。シースルー、その観覧車のシースルーのやつってことか。待って、俺逃げてんだよね。逆にシースルーに乗ってる姿撮ったろうかな。あれかな、ちょっとスマホだと見えづらいかもしれない。はい、シースルーやで。ちゃんとね、座ってもらうと。クルちゃん、観覧車見えるとこにいる。どこや。ちょっと待って、俺この画面には抑えれなくてもちょっと写真でマジで収めたろ。めっちゃ撮りたい、くるちゃん。やばい、15分なんかマジ一瞬やからな。逆にくるぶしさんに写真撮られてる。ちょっと待って、どこよ。おっしゃ。これ
笑>